ってことで、リハプウィンクのフリークから戻ってきました。はい。あれだよね。洋楽のアーティスト名言うときはさ、うん、なんか、さんってつけづらくない？ああ、わかる。日本のアーティストだとさ、なんかすんなりさんって出てくる、何々さんって出てくるけど、確かに。リハブはリハブだよねってなっちゃう。確かに。なんでだろう。マシメロ、さん。いや、なんか気持ち悪いね。ラッドインプスさんだよね、でも。確かに。じゃあ、あれじゃない、海外の継承を先につけるからさ、ミスターマシュメロって言ってない。え、マシュメロミスターつけるつかないか。そっか。なんでだろうね。確かに。まあ、マシュメロさん。そんな感じです。はい。フリーク。はい。どうでした？聞いたことある？いや、聞いたことなかった。いい感じだった。いい感じでしょ。いい感じだった。一曲目にふさわしい曲だったね。多分ね、2016かな、うん、曲が出たのっていうか、MV が出たのが。なるほど、なるほど。ちょうどね、リハブにね、ドハマりしてた時なんだ、俺。あー、他にもいろいろ出してる。結構出してる。あ、なるほど。桜って結構出してたんじゃないかな。へぇ、あ、待って、これそれ聞いたことあるかもしれない。なんか、外人の出してる日本語名の曲。イントロで思いっきり日本語が流れる。あ、そう、聞いたことあるかもしれない。前聞かせてもらったかもね、それ。そう。とかね。結構聞いてた、この時期。へぇ、リハブ。めっちゃ好きだった。2016? まあそうだよね。大学。DJ とかも結構やってた時かな、うん、ああだからよく聞いてたのかもしれない。確かに。ということで、はい、第2セクションですけど、はい、まあ、ライキンの話はね、うん、終わってでもまあゲーム続きで、ゲーム続きでいきますか。フォトナはね、ああまだ今もそうなんですよ、ね、ずっと続いてるけど、すごい俺こんなに長くやってるゲーム今までないやん。めっちゃ、だってこの間総時間、プレイ時間数がエグかったもんね。でも確かにそうだよね。だって言うて、第1回放送の、うん、第1回放送じゃない、その、初めてゲストに来た時、タピオが、にフォートナイトの話したけど、うん、今、ハマりつつあるんですよ、ね。そうそうそう。当時さ、そう、ラジオ聞いててさ、うん、まだ俺がスマホでやってる時代なんだよ、ね。あ、マジで？そう、聞いてたら、タクヨはプレステでやってて、うん、でも俺はスマホなんですよ、みたいな。うん、しかも、6S で、その iPhone でできる一番古い機種、ギリギリの機種だった。そう、一番古い機種だから、もう最低限の最低限の状態でゲームをやってるんですよみたいなのをこの前編集中に聞いてて、この時俺まだスマホだったんだみたいな。確かに。しかもあれ収録が多分もう1年以上前なの。ああ、1年以上前か、ちょうど1年前ぐらいの。そうかもそうかもそうかも。1年ってことは1年続けてたんだよね。わ、すげえ、すごいよね、すごいよねって思って、すごってなって。もう今 PC でになってますからね。ちなみにね、今の環境は PC で、そう、あのキーマウでね、やっております。もうすごい変化だよね。キーマウでね。すごいよ。いつの間にかスペック、もうめっちゃ追い越されたからね。いや、そうでもいいんじゃない？本当？めっちゃ追い越したことないと思う。プレステはね、もう、でもまあ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 、まあまあ使えるかなって感じ。うん、そうなんですよ。もうプレイ時間がやばかった。年間の去年ね、やっぱり。なんか、この間見たとき、1400時間やってたじゃん。俺が。じゃんって言われて。あ、見てないか。写真載っけた時に、ね、あったね。1400時間ってさ、やばくない？年間だったら確かね、なんかね、ま、毎日3時間やってないと達成しない。総プレイ時間なの？そう。あ、総プレイ時間。総プレイ時間だから。1400時間。そう。で、確か気になったときに毎日3時間なのよ。毎日3時間ってやばいよね。やってるね。すごいやってるね。1日の8分の1やってる、ね。うんうんうん。だってさ、人間1日の3分の1寝てるじゃん。あとの3分の2のさ、うちのさ、3時間を全部フォトナにつぎ込んでる。やばいよね。やってるね。やってるよね。やってるわ。怖くなっちゃって、それ聞いて。それやってるわ。ね。俺、そこまでやってないんじゃないかな、多分。やってんのかな。いやー。最近やってないからね。そうだね、最近ね。ここ2週間ぐらいね、やってないんですよ。うんうんうん。いろいろあって。いや、もうアメリカがね、禁止とか制限出すの分かるよ、このゲームに対して。ちっちゃい子に良くないもんだって。ハマりすぎちゃう。絶対そう。ね。うん。すごいよね。すごい。めっちゃいろいろ改良をして。うん、しかも、ずっとまあ無料のゲームだからね、あれは。それすごい。ベースが無料のゲームで、あのクオリティすごい。うん、やばいな、でも最近やってないからな。マジ。あれはもう、目に見えて衰えていくからね、やめないと。あ、そう。マジでそう。マジ、今、建築できないんじゃないかな。垂れ積みできないな、多分。
それ昨日もう一人の友達一緒にやってる人が言ってたわ。誰？ケータ。俺手積みできねえんだけど今。いやそうだね、思いっきりラジオで名前出してた。社会人ね、2年目になったりしてるからね、周りの友達が。あ、はい、そうそうそう。会社員で2年目になるとさ、急になんか仕事忙しくなるらしいのよ。そうなんだ。そう、みんななんかもうしんどすぎて毎日帰ったらもうゲームしてるとこじゃないみたいな。てか、そっか、そうなんだ、うん、仕事忙しくなるらしいね。2年目って俺慣れて楽なのかなと思ったけど、まあ研修期間が1年ある人とかだとね、研修期間ってやっぱり楽なんだな。研修期間で1年もかかるんだ。うん、じゃないかな。すごいね。うん、ほんと半年とか3ヶ月とかだと思う人は研修期間って、まあ業種によるか、研修期間って呼ばれるやつは、うん、そうくらいだね。でもね、新卒1年目と2年目多分やっぱ扱われ方が違うのかもね、仕事振れるとか、ね、そうじゃないと。すごいゲームよ。今日とか久々にやりたいなぁ。いいじゃん、夜。そう、でも明日平日じゃん、うん、確かに。絶対みんないないよね。確かに。って思って。確かに。昨日、お昼にさ、うん、やろうみたいになってた。うん。うわぁ、収録だわ。昨日すごかったよ。もう、何回ビクロイしたか覚えてない。マジで珍しくない？土曜日の夜で。そう、土曜日なのに、なんか、うん、強すぎた。自分たちが。自分たちが多分。昨日、フルパーティーみんな、うん、その、知り合いだった？いや、3人。3人か。3人、3人。で動画見て、うん、動画遅れてきたじゃん。うん、確かに。あの、SR、うんうん、ヘリコプターの上から SR 抜くやつ。うん、あれ、えぐかったね。すごかったよ。そうね、あれで左上見たときに、1人全然知らん人がいたから、うん、あ、3人なのかなと思って。そう、3人でやってた。もう、勝ちすぎた。いや、すごかったよ。超絶偏差打ちみたいな。うん、クリップできた。ヘリも進んでるし、うん、相手も進んでるし、向こうも歩いてるし、そうそうそう、すごいわ、マジでよう当てたわ。すごいよね。最近自分でもね、クリップ集めてる、うん、自分のクリップ、うんうんうん、そのショーの、うん、着るクリップ、うん、シューをね作ったんだけど、うん、まだ彼はあげてないけど、それを作ってちょっと自分のも作ってみたと思って、うんうん、クリップ集め始めたんだけど、うん、全然素材増えないね。結構難しいよね、クリップって。いいのないよね、うん、なんかすごい普通なやつ。そう、普通にその角待ちしてヘッドポンみたいなやつとかそういうのばっか分かるわ。めっちゃ遠くからチマチマ打ってってとかさ、うんうん、強烈なインパクトあるやつないよね。確かに。壁立てて編集して編集してみたいな、うん、あれは意識してないとダメだよね。かっこいい、なんかプレイをしようっていう。そう。ジャンプ打ちしてとかさ、うん、編集して階段差し込んで、階段も編集してとか、うんうんうん、そんなやってる暇ないんだよ。ない、ない、ない。マジでないよ。実際、つけながら打つとかさ。あれね。全然やったことないと思う、実践で。いや、もうあれ反射神経よね、あのゲーム、本当に。で、ね。その状況になった時に、うん、いくら自分が手を持ってるかみたいなところあるよね、うん、それはある、それはある、確かに。しかもその手が結構不意に出ないとさ、うん、考えて出してるんじゃ遅いぐらいだよ、うん、間違いない、間違いない。マジ反射なんだあれは。もうスポーツ、本当にスポーツなんだよね。本当にスポーツだと思う、マジで、うん、だってまあ俺はそのサッカー部だったから、うんうん、多分そういうことだよね。ドリブルしてて、そうそうそう、目の前に敵が来てて、そのなんていうの、うん、敵の待ち方とかさ、体格とかさ、そういうのも見て、スピード感とかも見て、あ、今は例えば右に抜けた方がいいなとか、うんうん、ちょっと切り返してこうだなとかっていう、うん、そういう脳を、そういう脳と近いものを持ってないと、うん、間違いないよね、うん、敵が今ここにいます、一人です、うんうん、みたいな、ね、この人今ブループリント出してるから建築か編集モードだなみたいな、うんうんうん、そしたら自分こっちでみたいな、もうそういうコンマ何秒とかの、ね、もうすごい早いからね、あのゲーム。すごいよね。でしかもなんか普通のバトロワーたちが、なんか普通のバトロワーってなんて言うんだろうな、その普通のバトロワーの e スポーツとなんかスポーツの違いってさ、なんかスポーツ筋トレとか自分の一人で練習する時間があるけど、バトロワーってなんかゲームを重ねていくくっと強くなるじゃん、うん、でフォートナイトってちゃんと自分一人の練習時間も必要っていうのがすごいよね。必要よ。そんなゲーム今までやったことなかったの。地道に2時間ずっと一人で遊んでからやっと、やっと本番いけるみたいな。ね、あるある、朝練夜練みたいなしてたりしてたから、ね、部活だよね。そう、あれすごい、あれはすごいよね、今考えると。もう慣れちゃったけど。
ね、初心者始められないよ、これは。敷居は高いだろうね。敷居高い。もうスポーツとして始めなきゃやってらんないと思う。もう本当、1年ちょっとだか2年前ぐらいに始めといてよかったなって思う。ね。もう最近だってやっとなんか普通にプレイできるようになったって気がする。そう。うん。今さら始め、今さらって言い方もあれだけど、むずいよね。今、初心者からバーンって始める。難しい。絶対むずいと思う。友達がいればね、一緒にその練習してくれるんだけど、ね、試合に出ちゃうともう何の練習にならない。絶対ない、なえるよね。なえる、なえる、なえる。ちょっと、スパスパやられて。うん、そう。なんならボットにやられるよね、今。うん、俺も負けるもん、ボットに。たまに負けるわ。強い、うん。うん、リスとかがね、あればね。うん、ね。じゃあそこら辺、やっぱ最初は、ランブル行ってた方が楽しいのかな。まあそうだね、チームランブル。何回でも行き帰れて。だって1年前の、ちょうど俺らがラジオで、今、答えが始まって、ハマってるんすよみたいな話するときって、うん、俺らメインでしたのランブルだよ。そうそうそう、ぶっちゃけメイン活動チームランブルだったね。めっちゃランブルやってたよね。あの経験値効率いいしみたいな。そうそ う, そ う, そうレベル上げなきゃいけなかったから。ランブルでエイム合わせとかしてたもん、ね、そうそうそう、もうそれだけで終わってたしね、うん、エイム合わせとか言ってたしめっちゃランブルやってたよね、うん、そうだよね。そのどのモードをやるかみたいなところで、うんうんうん、なんていうの、自分の成長度的なものが分かるのか、ね、うん、分かるね、分かる。でも当時行きたくなかったもん、うん、このバトロワの方、うん、行きたくなかった。てか俺クリエイティブも行きたくなかった。なんなら一人でそう練習してる楽しさが分かんなかったよね。まだ時間の無駄みたいなのがそうそうそう、クリエイティブはあって、うん、でバトロワの普通のマップ行くとどうせすぐ死ぬから、そうすぐ死んでイライラするそうだ、名前ついてるところ行くと、うん、普通にもう初動で死ぬから初動で死ぬんだよ。なんか名前ついてないところ行くけど、そうすると、うん、まあ、敵と合わないけど武器しょぼすぎて、いざ会った時に何もできなくなって何もできない結果的に死ぬし、うん、全然惜しくもないし、うん、そうなんだよね。逆に、うん、その始めたての頃ってめちゃくちゃイモる、うんうん、確かに確かに3位とかまで行って最後の重さにもうほぼ一撃みたいな。そう。何もできずに負けるから、ね。もう、苗まくる。やっぱランブルの方がいいな。リスあるし、どんどんやれるし、みたいなって、ね。当時、マジでめっちゃランブルやってたよね。うん、やってた。めっちゃやってた。うん、ランブル。あと、結果なんか、エアロワイヤルっていうなんか全然違う。ああ、あれめっちゃ全然違う。ゲーム性が全然違うモードが一番楽しかったっ、ね。あれでも俺、今出てきてもやる。まあ、確かに。普通におもろかった、あれ。楽しい。なんていうの、戦闘機ゲーだよね。戦闘機だったね。戦闘機に乗って他の人を撃つゲームだよね。あれおもろかった。面白かったね。もう今はあれじゃん。うん、ランブル行かないじゃん。行かない行かない。逆にランブル何が楽しいんだろう。本当に。なんかやってるとなんか別に途中で、もうチャレンジとか行ってもね、途中で抜けていいしみたいな。試合時間長えみたいな。そうなんっていうね。成長したね、そこは。1年で。全然一人でクリエイも入るじゃん。うん、そうそう。そうなんだよ。今トライフルコーンできないんだよみたいな。そうやばい。だって昔かんだって1日4時間クリエイティブやってそのまま寝るとかあるからね。編集島とか、あ、そう、行くしね、行くしね。ずっとタイムアタックみたいなね、ずっと編集し続けるみたいな。完全にスポーツだよね。すごいよね。で絶対そのバトロワのマップに入るし、うん、ソロとかね、デュオとか、ね、てかもソロは入んねんだよね、こっち。これはおかげでなんかいろんな、なんて言うんだろうね、シューティングゲーム、昔すごい苦手意識あったけど、なんか、FPS とかその辺は、うん、なんかそれに対してなんか耐性がついてるというか、あるよね。耐性。なんかフォートナイトの難しさ乗り越えると他のやつはもう撃つだけやんって思っちゃう。でも、エイム難しいんだけどね。エイム難しいけど、そう、撃つだけやんって、このゲームも。そう。他のやつはエイムで語ることになるよね。そう。基本的に。そう。他のはあんま続かなかったんだよね。うんうんうん。そこの、うん、ちょっとバ他のバトルは、うん、フォートナイト含め、うん、ところは次のセクションに持っていきましょうか。そうしましょう。ちょっともぼちぼちなんで。はい。ということで、次の曲は、タクヨンにおすすめする、はい。次の曲は、リサさんのアンラスティング。詳しい紹介はここではしないですか？この後にする。この後にしましょうか。じゃあ、この後に、はい。じゃあ、この曲に行きます。はい、リサさんのアンラスティングです。はい、では、どうぞ。